中央仏教学院は、京都府京都市右京区にある私立の浄土新州本願寺派の僧侶を養成する、機関専門校。略称は、中仏。浄土新州本願寺派の付属専門校として1920年、西本願寺境内地に設置された。その後、移転して1928年に現在地に校舎を建設。当初から本願寺派の僧侶養成を目的としており、 カリキュラムでは、生命、作法、不教法などの授業のほか、浄土新宗や仏教全般にわたる教義や歴史を学ぶことができる。入校条件は中学校卒業以上で、年齢、国籍等は問わない。学院生は、人員指定などの若年層が大半を占めるが、僧侶資格を目的とせず、浄土真宗の学習理解のため入校する中高年も多い。また、 通信教育課程は受講条件が緩やかなため、さらに受講生の年齢幅は広い。通信教育課程では以下の3コースを置いている。1962年から創設された専修課程資格取得、学習課程に加えて1997年により入門課程が創設された。受講者には通信教育の他に複数回のスクーリング、各修了試験が課される。 創設宗教、仏教にご縁のなかった方に仏教、真宗を基本的に学ぶため、あと学習過程、専修過程に進むために創設。ありがとうございます。